日本のラザフォード男爵、アーネスト・ラザフォードは、ニュージーランド出身、イギリスで活躍した物理学者、科学者、マイケル・ハラデーと並び称される実験物理学の大家である。アルファ線とベータ線の発見、ラザフォード産卵による原子核の発見、原子核の人工変換などの業績により、原子物理学の父と呼ばれる。1908年にノーベル化学賞を受賞。 ラザフォード指導の下、チャドウィックが中性子を発見、コッククロフトとオールトンが加速器を使った元素変換の研究、エドワード・アップルトンが電離層の研究でノーベル賞を受賞している。後に、ラザフォージウムと元素名にも彼は名を残している。この称号は科学史の中だけではなく、その人柄によってこそ裏書きされる。ラザフォードは自愛心に満ち、 若い研究所員たちをボーイズと呼んだ。ケンブリッジのキャベンディッシュ研究所は設備や計測器を開発しながら大きくなり成果を上げていった。その開発や研究に取り組むのは若い書員たちであった。質量選別機でアイソトープの分離に成功したフランシス・アストン、切り箱で原子軌道を撮影した清水武をそれをもとに 原始軌道を解明したパトリック・ブラケットなど世界中から逸材が集結した。ラザフォードは長身で風格があり夏のビーチでもジャケットを脱がない英国紳士であった。彼は自分で財界から寄付を募って研究所の予算を4倍にまで伸ばした。父と称されながら一番弟子とは性別、種別を余儀なくされている。逆にそれゆえに不正が際立つとも言える。 周期表を発明し未発見の原子を予測したヘンリー・モーズリーは志願して従軍しガリボリ戦線で命を落とした。これでイギリスは原子物理の一線から退いたと言われる。キャベンディッシュ研究所でのお気に入りはロシアから来た物理学者ピョートル・カピッツァであった。彼ははじめソビエトとイギリスとを自由に行き来していた。しかし1934年、 物理学者の重要性に気づいたソビエト政府は彼を渡航禁止にした。ラザフォードはそれに抗議の手紙を出した。それに対する返事にはイギリスがカピッツァを欲しがっているのは理解できる。我々もそれと同じくらいラザフォードを求めているというものだった。A 首相ボールドウィンの助力を頼んだが無駄だった。カピッツァの親類の女性が中英ソビエト大使。 マイスキーに向かって、うちのピョートルは、頑固者だと脅すと、大使は、我らのヨシフは、もっと頑固者だと返した。バンジキュース。ここでラザフォードはどんな手に打って出たか。彼は、カピッツァのために、三つの財団の予算を使って建設し、ケンブリッジの三つの発電所の出す電力を一度に、使う高圧の実験装置を、なんと、ソビエトに送りつけたのだ。これにはソビエトも、 3万ポンドの代償を支払ったのみならず、カピッツァを慰めるため、モスクワに英国様式の新しい研究所を建てた。カピッツァも観念して、我々は運命という大河の中を流れる一微粒子に過ぎないと、ラザフォードにあてた。ありがとうございます。